白糸の滝は、長野県北佐作群軽井沢町にある滝。軽井沢と北、軽井沢を結ぶ白糸ハイランドウェイ沿いにある。標高線二百六十メートルに位置し、白草は3メートル余りだが、幅は七十メートルに及び湯川の源流となっている。副流水を源流とする川流漠であるため、概ね流量は一定で濁らず、生湯に左右されることなく、常に、 幾条もの白糸のように清水が流れ落ちることから命名されたと言われる。この伏流水は浅間山に降った雨が6年かけて流れ出ると言われている。岩肌から水が染み出ている様子が身近に観察でき、ベールのように流れ落ちる、美しい。この滝は周囲を覆う小立との対比も美しく、軽井沢を代表する観光地の一つとなっている。春は新緑、夏は陽光。 秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の美しさは訪れる人を魅了せずに置かないが中でも夏季の清涼感は格別と言える。また、軽井沢町と白井戸ハイランドウェイは期間限定にて夏の夜は滝をスクリーンとしたプロジェクションマッピングや冬の夜には滝と雪景色の調和を映し出すライトアップを開催している。 白糸の滝白糸の滝白糸の,の滝地形としては2.4万年前に黒淵山火山の山体が大崩壊し東に流れ下ってきた岩屑な誰が溜まった地層と天明三年の浅間山の大噴火により降り積もった軽石層の境がに伏流水が流れ出した偶然の産物と言われている滝の平面型は半円形をして前面に滝壺状の池がある この形は、二つの谷底に湧いていた湧水を、間の尾根を切り取って、湧水線として繋げたもので、前面に円底による池を造成し、庭園のように仕上がっている。円底の下流にも水を導水して、弾幕が作られている。滝の形成は、天明三年の噴火によるものであり、その後の造成時期は、昭和初期と推定される。地質の面では、浅間火山体の地下水が、 地下構造により、離れた場所で湧き出している泉として著名また、小阿間山火山の噴出した白いと軽いイシの模式地として知られる。阿間火山登録のこの地域の地質は、原阿間火山の前身である黒淵山火山の山体が壊れ、流下した塚原岩なだれ堆積物の堆積面で、 その後成長した玄亜様火山の山体からの地下水が流れてきて湧き出していると言われる。流出地点の白糸の滝では、塚原岩雪なだれ堆積物の堆積表面のへこみにできていた湖の湖清掃が不凍水槽になり、その上に堆積している白糸軽石層が流れてきた地下水の体水槽になって湧き出している。 現場で見ると、地下水は水平の白色粘土層の上面から湧いているが、この白色粘土層が湖清層の最上部である。素粒の軽石層が粘土層の上にあり、耐水層になっていて、これが白いと軽石層である。ありがとうございます。